ハウステンボスは長崎県佐世保市にあるテーマパーク。略称は HTB またはテンボス。オランダの街並みを再現しテーマはヨーロッパ全体である。東京ディズニーリゾートの1.5倍の敷地面積で単独テーマパークとして日本最大である。ドラマ、映画、CM などのロケ地としても使われている。佐世保市の町名にもなっており、所在地の住所は サセボシハウステンボス町一の一。ハウステンボスは、オランダ語で、森の家ハウスが、家、テンが、のあるいは、にある、ボッシュが、森である。オランダのベアトリックス王女が住む宮殿の一つ、ハウステンボス宮殿を再現したことから名付けられた。オランダ語の慣用例に基づいた、ハウステン、ボッシュの金天社は、ハウステンボスである。現代のオランダ語では、ボッシュという言葉は、 BOS として書かれ、天という場所を示す。文法的な表現はもう使われていない。大村湾北端に面した佐世保市ハリオ島の廃棄、瀬戸に接する部分に位置し、総開発面積は152ヘクタール。現在の東京ディズニーリゾートと、 ほぼ同規模。単独テーマパークとして連続した敷地面積では群を抜いて日本最大である。テーマパークの一形態ではあるが、一つの街として作るというコンセプトに基づいているため、舞台裏と呼べる部分がない。そのため、宅配業者などが行う店舗への物品搬入やホテルの利年類補給のためのサービス車両は全て ハウステンボスの街中を走る建物は木に堂々と停車、駐車している。普通に宅配便の車が走っており、これによってハウステンボスの街並みに現実感が備わるとともに、こうした車両をクラシックデザインの導入や原色系に統一したテーマカラーで彩ることで街並みのアクセントとして積極的に機能させている。開園当初の校内車両には、 日産自動車や富士重工業が開発したオリジナルのクラシック仮装が施してあるほか、トヨタクラシックなどのクラシックデザインの車両なども使われている。ハウステンボス向け特注車両が元になって市販化された車がスバルサンバークラシックである。なお、開業までの詳細な経緯は創業者である上地下吉国の著書、ハウステンボスの挑戦に記述されている。 現在のハウステンボース敷地の大部分は江戸時代に干拓された水田地跡である。太平洋戦争時に軍に接収された後、ごく短期間、広島県江田島の海軍兵学校分校が置かれた。大戦終結後には、厚生省佐世保引上げ援護局が置かれ、ハリオ島西部の裏頭港に着着した船舶から上陸した引上げ者は、ここまでを徒歩で移動し、 急速救護を受けた歴史がある。この地で急速後、最寄りの国鉄ハエノサキ駅から故郷への帰宅の途に着いた。引上げ援護局閉鎖後は、陸上自衛隊ハリオ駐屯地を経て、その後長崎県に払い下げられた。県は、ハリオ工業団地として造成を行ったが、工業用水供給の問題などから、企業誘致が進まず、手つかずのままだった。 議会で毎回のように批判を浴び頭を悩ませていた県は大村湾西岸でテーマパーク運営で成功していた長崎オランダ村に注目。長崎オランダ村株式会社も長崎オランダ村付近の交通渋滞が著しかったことなどから駐車場としての購入を希望した。しかし、上地下はアジアのリゾート観光拠点を作り上げる新たな構想を練り上げ、オランダ村を 発展的に大規模に拡大した施設を新たに建設した。完成後、称号変更を行い、現在のハウステンボスに至る。計画の設計は日本設計が行い、オランダ村の設計も手がけた池田竹国が再び行った。オランダ400年の国づくりに学びながら、現在の時代を先取りする環境都市となっていく生活ストーリーを作り、人と自然が共存する新しい街。 自然の息遣いを肌で感じることのできる新しい空間を目指して作られた。ユトレヒト地区を最古の市外部に見立て、ビネンスタット、ニュースタットと入園口方向へと新しく都市が広がっていく形の構造となっている。各地区ごとにオランダの文化と豊かな自然が息づかせ、ハウステンボスで生活する人々や訪れる人々に、 束の間の良化と本格的な充実したリゾートライフを提供することを目指している。どの地区でも施設や町の紋章までもがオランダ政府の協力や助言のもとにオランダに実在する建物を忠実に再現する方法で作られており、建物に付属の石像もオランダの文化財修復家が制作に当たっている。車道はピンコロの石畳とし、歩道や 横断歩道にまで様々な色彩のレンガが使われた。このようなレンガ基調の街並みに、ウッドデッキなど木材を排して落ち着ける空間を提供し、さらに、そこに植物を植え込んで、充足感を抱けるように工夫されている。特に採用部に建てられたパレスハウステンボスは、オランダ王室の宮殿を移したもので、王室の許しを得て、忠実な再現が行われている。 宮殿最上部に置かれた王冠は、オランダの企業グループより贈呈を受けたもので、日蘭両国の友好の象徴である。このパレスハウステンボス宮殿は、庭園の設定にも、これからの友好関係の発展を願う、希望を込めたストーリーが隠されている。町名としては、1991年6月16日に、佐世保市ハウステンボス町に変更された。 施設の側を通る県道にも長崎県道141号、ハウステンボス線の名称が付されている。なお、母体となった長崎オランダ村は2001年10月まで整備庁の元の場所でしばらく営業を続けていたが、閉園後2003年に整備庁に売却された。現在、整備庁は町村合併によって再開しになっている。オランダ村跡地は、 ハウステンボスの南方2 7トルのところに現存している。2010年5月より施設の一部が再開紙整備支所として活用されている。長崎オランダ村株式会社が買い上げた土地は敷地のほぼ全域がヘドロで埋め立てられており、雨が降ると地面に染み込まずに巨大な水たまりになり乾燥するとひび割れを起こした。さらにヘドロの中を敷くすると 採石されずに投棄された2メートル近い眼界が、次々と出てくるありさまだった。一面、背の高い草に覆われ、樹木は生えていない状況だった。まずは、草木が失われていた土地を土壌改良して、樹木林を形成させることからスタート。土地購入費以上の投資をして、土地をくし作し、堆肥を混入する有機的な方法で、土壌改良を実施した。 東京農業大学関連の学術研究者による綿密な周辺調査に基づいて植栽を行い約40万本の樹木と30万本の花を植えた。水田だった頃には塩害防止用のクリークが張られていたがハウステンボス建設時にはすでに埋められていた。ハウステンボス建設ではこれとは別に上細部を囲むように新たに運河が掘削された。運河は 全長6000メートル。水深2.5メートル。幅20から30メートル。水際は動植物に対し自然の生態系がなだらかに形成されるように、雪水部分に採石や土、木を利用した。運河護岸はコンクリート壁を使わず、石積みとしている。ハウステンボスでは浸水護岸と呼んでいる。白鳥などの水鳥も運河から容易に陸部に上がり、 映像している姿が見られる。また、魚類の姿もよく観察できる。また、運河の海水は、大村湾の看満の超位差を利用して入れ替えるほか、要所要所に設置した水中ポンプで、強制循環させてよどませないように管理している。園内には、水処理施設が建設され、ここで、汚水や排水を高度上水処理し、注水道として、草木に散水、または、 土壌浸透させて自然に運河に戻すという方法をとっている。その徹底した環境への配慮により、大村湾の水質よりもハウステンボスから湾に戻される海水の方が水質が良いと言われている。2010年以降は冬器のイルミネーションに注力し、集客を試みた建設などにかかった初期投資費用は総額2000数百億円と言われる。 総合保養地域整備法の適用も受けている。ハウステンボス自体の入場者は1996年度には380万人を記録したが、2001年度の入場者は293万人まで減少。2003年には初期投資の負債2289億円を解消できず、会社構成法の適用を申請して破綻に追い込まれた。メインバンクであった。 都市銀行の統合合併を前に、融資先から一斉に債務処理を迫られる事態となったためである。これによって、ハウステンボスカントリークラブジャックニクラウスコース、ハウステンボス商事、長崎バイオパークなどの関連会社とともに、18銀行や長崎バスなど出資していた地元企業も経営に打撃を被っている。野村プリンシパルファイナンスをスポンサーとする。 構成計画案が認可されて、以来、ダテーマパーク同様、韓国や中華民国、中華人民共和国、香港等の近隣諸国からの来場者が増えた。しかし、2008年に起こった世界金融不況の影響を受けて、近隣諸国からの来場者、国内顧客ともに減少し、大規模なリストラ策を発表するなど、経営再建が厳しくなった。 このような経営状態の悪化により、野村プリンシパルファイナンスは2010年3月をもって支援から手を引くことになった。2010年4月からは HIS が中心となる新たな経営再建が開始され、沢田秀夫が社長に就任した。沢田は当初旅行代理店業の HIS が経営そのものに関与するのを否定的に考えており、 支援はするものの経営には関与しない方針であったが、九州財界からの度重なる要請に応えて社長に就任することになった。沢田は金融機関と交渉により当時残っていた60億円の債務の8割の債権放棄を受け、残債務も九州財界から出資金で弁債し、債務ゼロの状態で経営を開始した。佐世保市から固定資産税納付額に相当する。 再生支援交付金を10年間受け取る約束も結んだ。2010年3月13日に西日本鉄道が出資に参加することを表明し、西鉄のほか九州電力、九電工、西武ガス、九州旅客鉄道もハウステンボスに出資することを表明した。HIS の参加に入っての事業再建を始めて、初の決算で、 開業以来初の営業黒字に転換しましたと公表した。また、コスト削減や利用者増のため、2010年4月にハウステンボス敷地の南側1、3を切り離してフリーゾーンとした。フリーゾーンとの境界には新たに難問を設けてフリーゾーンにまた、隣接して所有していたヨットハーバーであるハウステンボスマリーナを2011年4月に手放し、 長崎県に譲渡した。なお、前述のフリーゾーンは2015年5月1日以降、準優良化となっている。ただし当日有効のハウステンボスの入場券を持っている場合と口述するホテルヨーロッパフォレストビラ、ウォーターマークホテル長崎に宿泊する場合は、フリーゾーンの入場料金は不要となる。またフリーゾーンは2015年7月18日以降、ハーバーゾーンに 名称変更された。2015年には、オペレーティングロボットを採用する変なホテルをオープンさせ、科学技術に興味を持つ若者育成に力を入れている。2018年12月3日、ハウステンボスは、中国の投資会社また保守集団から2割長の出資を受ける方針を表明。中国人観光客の受け入れ像なども視野に入れた。 提携話であったが、2019年2月に破断となっている。ドムトールン、エンボーウェルカムゲートフラワーロードアドベンチャーパーク、アトラクションタウン光のファンタジアシティアートガーデン白い、観覧車、アムステルダムシティターシティハーバータウンウェルカムゲート、アトラクションタウンアートガーデン光のファンタジアシティ、アムステルダムシティハーバータウン場外、パークワイド場内場外ホテル宿泊者は、 入国口、マリンターミナルの場内ホテルで荷物預かり所で荷物を、預け各ホテルまで届けてもらうことができる。ただしマリンターミナルの場内ホテルで荷物預かり所は、ウォーターマークホテル長崎は、対象外場外はスセナー特急、ハウステンボース。ありがとうございます。